これから防空演習の件についてご相談したいのですが、班長の方たちだけこれから私の宅へお集まりをお願いします。それから木村さん、慰問品の件ですが、お宅へ集まってご相談したいと思いますが。あ、どうぞ。斉藤さんの方の送別会の件は、それは私明日までにプランを立てときます。お願いします。では皆さん、ご苦労様です。ご苦労様でございます。どうぞ。ごめんなさい。ありがとうございます。浅田さんの奥さんってテキパキしてるわね。ええ、旦那様はとてもおとなしそうな方なのよ。ご養子なんですって。そう、ええ、旦那様の学生時代に、あの奥様のお家から学費を出していたとかって聞いてますの。そう、やっぱりそんなお家の奥さんに感じられるわね。あれが浅田さんのお嬢さんよ。のんこさん、今度何番だった？10番になっちゃった。だって部屋一つあんのよ。そう？とみかさん1番でしょ。うん。前にはのんこさんの方が良かったのに。変ね。だってとみかさんの方がよくできるんですもの。仕方がないわ。お父さん仕方ない？大丈夫。お母さんは？お母さんはちょっと危ないな。その点、私の考えておりますことと少々違うようなんでございますけど。タキさんのご意見も違ってたようでございますね。さあ、どういうもんでございましょうね。皆さん、ちょっとどうもご意見がまちまちのようですから、ここいらで皆さんのご意見と私の考えておりますことを一緒にまとめて整理してみたいと思います、図に書いた方がよくわかると思いますから。お客様。はい。よかったわね。通信簿がの。どうじゃった。1番になったんですよ。おお、トミコは偉いの。のんこさん、今度10番にも下がっちゃったのよ。まあ、そう。お母さんご心配でしょうね。のんこさん言ってたわ。お父さんは叱らないけど、お母さんが危ないって。のんこさんとこのお父さん、出世なさいそうなんですって。お仕事が忙しいから少し表で遊んできておくれ。じゃあ皆さん、どうもご苦労様でございました。どうも失礼いたしました。ではどうぞよろしく。ごめんなさい。ありがとうございます。失礼いたしました。誰？いたずらっ子は誰？うん、まあまあ、ずるいや。私が来たの知っててわざと知らんふりしてんですもの。ずるいや。苦しい。のぶちゃん、どいてよ。ママ苦しいから。ね、おどきなさい。いや、ママぺしゃんこにしちゃうの。だってママはきっと怒るんですもの。ね、怒るでしょ。なに？ママ、つぶれろ、つぶれろ。およしたら、これ、ママ本当につぶれてしまう。これ、およしたら。よし。あんた、ママに怒られるようなことしたのね。
なんだか知らないけど、ママ当ててみましょうか。それとものぶちゃん自分で言う？私言うから、ママ怒らねえって約束してよ。ねえ、いいでしょ？じゃあ言ってごらん。ねえ、今度の通信簿ずっと下がっちゃったのよ。ごめんなさいね。通信簿？ああ、もう夏休みね。どれ、見せてごらん。ママ、自分で見るといいわ。中に入ってるから。私、お腹空いちゃった。ノブちゃん、どうしたのこれ。あなた一体何番なの？10番よ。ママ怒らないって言ったでしょ。だって一つ一つがこんなにいい成績で。よかないわ。三日が平でしょ。子が四つっけないんですよ。信子、どうしたの？水谷先生の受け持ちの時にはずっとよかったのに、岩田先生になってから急にこんなに悪くなる道理がないでしょ。きっとなんか間違ってるんだわ。間違ってはしないわ。岩田先生はいい先生よ。水谷先生だっていい方です。でも私、岩田先生の方がずっと好きよ。ママ、これからお父さんのところへ寄ってこれをお見せしてから岩田先生に会って訳を聞いてきます。奥様がお見えになりましたが。じゃあ、お節制通しておきなさい。じゃあ、まあ、とにかく、その明日手に入るって方を見せてもらおうか。その方でしたらもう確かなもので。何か消えようかね。あなた、これを見てごらんなさい。もうこの通信簿じゃん。どうかしたのか。成績は少し落ちたが、体格の方はぐんと良くなったようだ。差し引きトントンだね。あなた、少し落ちたって水谷先生の時にはずっと一番を続けてきたんですよ。あの先生は賭博の票があったからな。まあ心当たりが信子の実力だと思うな。まあ、あなたは自分のこの成績が下がったの何とも思わないんですか？それはいい方がいい。しかし実力以上に評価されるのは結局信子のためにもならんと思うな。実力、実力って、どうせ私の産んだ子は私に似て頭が悪いでしょうからね。通信簿を見るのにお前のように成績のところにばかり目を光らすのは間違ってると思うよ。欠席が一日もないし、体格は良くなってるし、それほど悪いことはないじゃないか。よござんす。私が一人で何とかしてみますから。そりゃやはり子供の教育は母親が主になってやってくれなければいけないよ。この頃は少しお前も外向きの用事が多すぎたようだし、ここらで一つなるべくうちに落ち着くようにして信子の世話を見てやるんだな。手さえかけてやれば伸びる素質を持ってるはずだから。
先ほど通信簿を拝見しましてびっくりいたしましたので、家庭では去年に比べて特別に怠けているような様子も見えませんし、何かあの子の勉強の方法に欠陥でもありましたら教えていただきまして直したいものだと存じまして、ご承知かもしれませんが手前どもの主人は銀行の方や司会の方が忙しいもので、子供の教育は私が一人で預かっておりますようなわけでして、今度のような成績では主人に対しても面目なく、いろいろと相談いたしましたところ、主人も今度に限ってこんなに成績の落ちたのは何か理由があるかもしれないから先生をお尋ねしてよくお伺いしてきなさいというものですから。あ、いや、特別な理由といって思い当たりません。信子さんは非常に明るい利口な子供さんだと思っております。お宅のような家庭に育った人でなければ得難いようなのびのびとした朗らかなところがあって、そういう点は大変いいことだと思っておりますが、一面から言うとわがままで気まぐれなところもあるようです。低学年の間はあまり勉強しなくても生まれたままの素質だけでいい成績を上げることもありますが、6年生ぐらいになりますとやはり多少努力してやっていかなければいけないと思います。そういう点で信子さんは栽培しすぎて地味な着実な努力が足りないようですから、今の状態で放っておけば先へ進み次第もっと成績が低下し、成績だけではなく性格の方もわがままだとか気まぐれだとか少し見栄張るとか、そういう面白くない方面ばかりが発達するんじゃないかと心配しております。ご家庭でもその点十分ご監督願いたいと思っております。まあ先生、親の欲目かはしれませんが、信子はまだそんな不良性には染まっておらないと存じます。こんなことをお話し申し上げてよいかどうか、主人が申しますには水谷先生の時と急に教育法が変わったので子供が面食らってしまってついていけないというような事情も多少あるのではないか、こんなに申しますんでございますよ。お話のような事情もあるかもしれません。私自身も三谷先生のような円熟した方の後を引き受けるのは荷が勝ちすぎると思いまして、再三校長に辞退を申し出たのですがどうしても許してもらえませんでしたので、お話の中に信子さんの不良性云々という言葉がありました。それはあなたが勝手におっしゃったので私から申し上げた覚えはありませんから誤解のないように願います。それにご主人のお考えについては後でご主人にお目にかかって私からも忌憚のないところを申し上げることにいたしましょう。いえ先生、主人にはどうぞそんなことおっしゃいませんように。それでないと私が余計なおしゃべりをしたと言って叱られますので。奥さん、先ほどあなたがおっしゃられたお言葉の内容は私らのような教職にある者にとっては曖昧に済まされない重要な問題です。まあ先生、私の言い過ぎはお詫びいたしますから、どうかそんな堅苦しくおっしゃいませんように。それで今度の一番はどこのお子様でございましょうか。よく信子にもそういう方を見習わせたいと存じますので。長谷山富子という子です。長谷山富子さん、その方はお父さんのない方じゃございませんか。そうです。まあ長谷山の子が、いえ、ちょっと知ってるもんでございますから。長谷山というのは全くよくできた子供です。学科もよくできますが、それよりも全体の人間が優しくて落ち着いてあって勇気もあり、私の見るところでは学校中での模範生徒だと思っております。ご存知かもしれませんが、母親はご主人に早く亡くなられ、よそのお祓などをして女手一つでやってきたようですが、この母にしてこの子愛で全くあの子の母親の力だと思います。長谷山とお宅の信子さんは学校では大変仲良く付き合っているようです。この二人ほど性格の異なったのは珍しいのですが、そこはまたお互いに相手に惹かれる理由になっているのかもしれませんな。長谷山のこと、信子がでございますか。岩田先生のお話だと、お伝さんの子は学校中の模範になるような気立てのいい子で、しかもそれはみんな母親の感化のおかげなんですって。お伝さんってよっぽどしっかりした人らしいのね。そんなにしっかりした人なら、私も今度着物でも縫ってもらうことにしようかと思うんだけど。
出しゃばった真似はよせ。あなたがそんなに怒るなんて、まだお伝さんは忘れないでいる証拠です。あなたは今でもまだお伝さんと一緒になった方が良かったと思ってるんでしょ。そうです、そうだ。ひいきしてるわけでも何でもない。本当にそうなんだ。なぜだか分かるかね。分からないね。それじゃあ言おう。浅田さんのやったところはなるほど、面積は広いが草のむしり方は粗末だ。土から上に出てるところだけむしって根はそのままに残っている。それじゃああそこからまたすぐ生え出してくる。長谷川さんのやったところは狭いが根っこから引き抜いてるからもう草が生えてこない。今日一日だけは浅田さんが勝って長谷川さんが負けてるみたいだが、明日明後日と日が経ち次第に勝負は反対になる。バスケットボールでも走りっこでも、初めは負けていても最後に勝ったものが本当の勝ちになるんだったね。これは勉強でも他の仕事でも世の中のことは何でもみんな同じだ。しかししっかりやるんでもあんまりのろすぎるんでも困る。浅田さんのように早くて、そして長谷山さんのようにしっかりした仕事であることだ。だがこれはなかなか難しいことだから、今日の仕事はゆっくり丁寧にやる練習をしよう。分かったね。はい。 あなたたちも分かったね。はい。じゃあ15分お休みするから、今度かかるときにはみんなそのつもりでやるようにみんなに伝えなさい。はい。ないけど、元はちゃんとお父さんがあったのよ。あんたのとこだとお母さんがあるじゃありませんか。あんたわかんない人ね。あんたこそ一番になったくせ何にもわかんないのね。あんたは夫婦っていうものは生まれた時から一緒にいるもんだと思ってるんでしょ。そうじゃないのよ。元は別々なんだわ。どこかのうちの娘だったり息子だったりした人たちが大きくなってお祝言をして夫婦になるのよ。私だってそのくらいのこと知ってるわ。私のお母さんは元おばあさんの娘だったのよ。そしてお父さんとこの嫁に来たんだわ。元はだっておかしいわ。今だっておばあさんの娘じゃないの。今だって娘だわ。だからおばあさんと一緒にいるのよ。そして私はおばあさんの孫なのよ。いやな、とみこさん。さっきの話はね、あんたも私も生まれない前の話なのよ。でも変だわ。あんた誰にそんな話聞いたの。私そんなことないと思うわ。きっとあんた嘘つかされたのよ。
ね、あんたの家じゃ私と遊んじゃいけないって言わない？私の家じゃそうよ。あんたのとこもそうでしょ？いつかお母さんがそんなこと言ったこともあるわ。あなたの家がお金持ちで、私の家が貧乏だから、私が行ってご迷惑をかけるようなことがあるといけないからだって。そんなこと言ったって、あんたは前島さんや田沢さんたちと遊んでいるでしょ？あの人の家だってお金持ちよ。それくらいになさい。あんたうっかり屋さんね。私どこでこんな話聞いたかっていうと、お母さんからよ。お母さんに教えてもらったわけじゃないんだけど、昨夜ね、私が寝床へ入ったから、お母さんとお父さんとが私の成績のことで喧嘩したのよ。その時あんたのお母さんのこともあったの。私目を覚ましてたもんだからみんな聞いちゃったのよ。うちのお母さんのこと何つってたの？ねえ、すっかり教えてよ。すっかりって言ったって、私あんまり覚えてないわ。ただ、うちのお父さんと、あんたんとこのお母さんとがご夫婦になりたかったんだって。うちのママが言ってたわ。うちのママだっていい人よ。あんた、怒んないでね。困っちゃったな。こんなこと昔の話だから泣かなくたっていいのよ。ね？ね？遊びに来たんですよ。ねばさん、今日私がいない間にどっか出かけたでしょ。行きゃしないよ。どうして？ううん、そんなら昨日は行かないよ。一昨日は仕立て物を届けに表町まで行ったけど、どうしてそんなことを聞くの？でもそんな気がしたもん。変な子ね。ご飯にしよう。
かんだね、この子は。さっきから人の顔ばっかり眺めてて。何か私の顔にくっついてる？うん。私のうちつまんないな。お父さんがいないんだもん。仕方がないじゃないか。でも、お父さんっていいもんでしょ？そりゃいいさ。お母さんはお父さん好きだったの？バカだね、この子は。そりゃお前、好きなのなんだのって言うんじゃなく、女が一旦とついたら、夫によく従わなければならないもんなんだよ。でもね、お母さん、よそでは夫婦喧嘩をするところもあるんですって。お母さん知らなかったでしょ？驚いた。どこのうちだろうね、そんなことするのは。文子さんのうちはそうなんだって。信子さんったらね、お母さんが若い時に信子さんのうちのお父さんのとこにお嫁に来たかったんだって。でたらめなこと言うのよ。そんなことないわね。信子さんに誰がそんなこと話したの？富子、正直なことをおっしゃい。信子さんのママがそう言ってるのを信子さんが陰で聞いたんですって。信子さんの成績が下がったんでお父さんとお母さんが喧嘩した時言ったんだって。お母さん知ってた方だったの？ケイさんおかい？ケイさんって誰なの？信子さんのお父さんよ。なぜケイさんなんて言うの？お前はまあ、どうしたって言うの？お母さんが本当のことを話してあげるから泣かないでお聞き。いや、お母さん嫌いよ。お母さんなんかどこ行ったって構わないわ。呆れた子ね。どうしようって言うの？お母さんがちゃんと訳を言って聞かせようって言うのに。ご情派って。ねえ、トミコ。お前には、まだ話したことはなかったけど、信子さんのお父さんと私とは遠い縁続きになっているんだよ。それで若い頃にはご挨拶をするぐらいのお知り合いだったけど、お母さんがお嫁に来たかったとか向こうで欲しがったとか、そんなことはみんな嘘のことなんだよ。その証拠に私は圭吉さんが信子さんのお母さんのところへお婿さんになっていくずっと前にお前のお父さんのところに片付いたんですからね。私のお父さんはいい人だった？ああ、いい方だったよ。どんなに？お前が好きなほど。信子さんのお父さんよりいい人だった？そんなこと比べられるもんじゃないわ。でもさ、どっちがいい人か無理に決めるとしたら？そりゃお前のお父さん、トミコもその方がいいんでしょ。おばあさん、ちっとも気がつかないで。お前のようにいつまでも嘘をついていては帰ってためんなら、トミコにはわしが言うてやる。いけません、おばあさん。何も言わないで。分かっとる。わしは余計なことは言わん。トミコ、お前にはわしから言うとくことがあるで。さあ、こちらへおいで。わしは今、お前がお母さんを困らしていたのをみんな聞いておったが、お前はそんなことをすると罰が当たるぞ。お前は人一倍親孝行せにはならん人間だ。そのわけはな、今日まで誰もお前に言わなんだが、お前の父親は大酒飲みのろくでなしでの、つた子やお前を死ぬほど苦しめたもんだぞ。それをつた子は赤ん坊のお前が可愛いばっかり、どんな扱いをされてもじっと我慢をして仕えてきたんじゃ。つた子はのう、わしの三人の娘の中では一番気立てのいい子だったから、どんないいところへも嫁に行けたんだ。それはあの子はある人へ義理を立てるためにわざと暮らし向きの困っているお前の父親のところへ片付いたんだよ。おばあさん、子供に向かってあなた
何を聞かせているの。何も言わないって約束したじゃないの。ねえ富子や、今の話はみんなおばあさんの覚え違いなんだからね。お前のお父さんはいい方で。あのろくでなしのどこがいい。スタコ、お前は何で悪いことを自分一人の胸に隠しておこうとするんだ。せめて富子だけにでも本当のことを知ってもらおうて、父親の分まで孝行してもらうのが当たり前なことじゃないか。なあ富子、お前の父親はそういうろくでなしじゃったぞ。わしは腹が煮えくり返って何べんもつた子を無理に家へ連れ戻したけんで、そのたんびにつた子はお前が不憫じゃと言うて、わしの知らぬ間にお前の家へ逃げ帰ってしまうんじゃ。富子、もう今度はお母さんを困らすでないぞ。わしは本当ならお前がもっと大きくなってから話すつもりだったが、ちょうど今日お前がお母さんを困らしているところを見つけたでな。さあさあもういい、泣かないで水でも浴びてくるがいい。少し遊んでらっしゃい。でももしそうだったら、あなたでも私ではない子供が生まれてたんだわ。半分はあなたで、半分は私みたいな子供なのね。おかしいわ。変ね。暑いわ。いっぺん水の中変ね。ええ。
ち行ってお薬とボーダー取ってあとテレキ作さてすぐ来るわ。信子さん、川の中で足を切っちゃったの。お薬と包帯ちょうだい。信子さんが、じゃあ母さんも一緒に行ってあげるからね。富子さんでしたね。いや、どうもありがとう。いや、どうもわざわざすみませんでした。そんなことでお世話になります。いえ、大変なことなさいましたのね。富子は気をつけてあげないもんですから。私が悪かったのよ。すいません、おばさん。どうもこいつはおてんばで。そんなに深くないようですけど、いたんでしょ。
信子さんが羨ましいの。じゃあぶつかってごらん。だけどお母さんあの方のように力がないんだから、一緒に潰れても知らないから、いいか。そんなことまで真似してさ。でもさ、母さんもさよならしなきゃいけないでしょ。誰に？どこにも誰も見やしないじゃないか。信子さんのお父さん、いい人ね。してんの？ううん。お仕事だから、おばあさんを叩いてあげなさい。おばあさんは後でいいのよ。ねえ、叩いてあげましょうよ。トミコは何か欲しいんじゃろう。どうもそうらしいね。何が欲しいの、トミコ。そうじゃないのよ。ただ叩いてあげるっていうのよ。そう。じゃあちょっと叩いておくれ。ねえ、お母さん。トミコ、いい子でしょ。ああ、いい子だよ。やれやれ、いい子の押し売りかね。ねえお母さん、とにかく毎日いい子してあげるわ。そうかい。それありがたいね。だからお母さんもとにかく可愛がってね。お母さんはいつでもとにかく可愛がってるじゃないか。どこにも行っちゃ嫌よ。お母さんがどこへも行くもんですか。ほんとね。ああ、痛い痛い。そんなん強く叩いちゃ痛いじゃないの。ああ、もうたくさんよ。じゃあ今度はおばあさん。おばあさん、そんな乱暴なのはごめんじゃよ。ちょっと叩いてあげるわよ。Thank you.
れだけはいいけど、うちのものじゃないから汚してはいけませんよ。これ誰の？うちんじゃないって誰か預けていったの？ねえお母さん、誰のものなのよ。のっこさんのお父さんがね、昨日お世話になったお礼にお前にあげるってことづけて、さっきどっかの小僧さんが届けてくれたんだがね。まあじゃあ私のでしょ。でもそんな立派なもの頂戴していいかどうかおばあさんに聞いてみなくちゃね。おばあさんがいいって言えばもらってもいいの？ああ、おばあさんどこ？渡辺さんとこへ泊まっていただきに行ったんだけど。じゃあ私聞いてこやっと。トミコ、トミコ、その人が怪我をするでしょ。それを親切に手当てをしてあげたら、向こうの人がお礼の品物を持ってきたとすると、それもらってもいい？なんじゃな、お前の言うことは慌てていてよくわからんが、もう一遍詳しく言うてみ。昨日ね、信子さんが川の中で足を切ったの。それでね、私とお母さんがお薬を持ってって包帯してあげたの。その時信子さんのお父さんも一緒にいたの。おお、そんなことがあったのか。お伝は何にも言わなんだが、ケイさんに会ってどんな様子をしていてじゃ。どんなって、わかんないわ。ね、人形もらっていい？二人きりで長いこと話してたかの。しないわ。私たちもずっと一緒よ。ね、おばあさん、人形もらっていい？やかましいの、この子は。わしの聞くことに先に返事せ。ケイさんはどんなことを言うてたの？お前が覚えているだけ言うてみ。どんなことって、俺言ったわ。それから？それから帰るときさよならをしたわ。バカじゃのう、お前は。そんなことは当たり前のことじゃがの。まだ他に何か言うたろうがの。思い出してみい、ほれ。あんまり何も言わなかったわ。お母さん黙って下ばっかり向いてたわよ。かわいいやつじゃのう。そんなときこそ胸がすくほど言いまくってやるがいいのに。ねえおばあさん、人形は？人形？何の人形じゃ。嫌だな、それを気にしたんじゃないの。あ、ケイさんがお前に起こした人形のことか。そりゃあもろうても構わんのじゃが、世の中には義理というものがあっての。お前のお母さんは何と言うた？おばあさんさえよければいいって。うん、そう言うたのか。お前は欲しいんじゃろうな。うん、欲しいわ。そんならせっかくじゃからもろうときなさい。その代わり今度一遍きりじゃぞ。ええな。ええ、ありがとう。先行くわ。お母さん、おばあさんいいって言ったわよ。そうかい。ご飯を食べておしまい。お母さんお仕事届けにちょっと行ってくるからね。ねえお母さん、信子さんのところへお見舞いとお礼に行かなきゃいけないでしょ。そうね、お母さんもそのこと考えているんだけど。私、お手紙出そうかしら。そうね。おばあさん、これよ。おお、立派な人形じゃの。ケイさんに会ったそうじゃの。ええ。何と言うとった？別に。でも何ですか、寂しそうでしたわ。世の中は金があってもそれだけでは幸せにはなれんもんじゃ。圭さんも今頃はそこへ気がつかれたじゃろ。さっきあんな立派なものいただいたんですけど、あんなものをいただくほどのことをしたわけじゃなし。それにきっとケイさんだけの気持ちでしたことじゃないかと思って困っているんですけど。奥さんは知らんのじゃろうかな。ええ、そうじゃないかと思うんです。だが返すわけにもいかんじゃろうしの。
ねえお母さん、私このお人形いらないわ。まあいいよ、とにかくいただいておき。ちょっと仕事届けてきますから、お願いします。ねえおばあさん、お母さんお人形いただくの嫌なの？お母さんの気性じゃ困っとることじゃと思うの。しばらくでございました。お帰りなくて結構だわね。それに今度の先生になってから娘さんが大変成績がいいそうじゃないの。うちの信子なんぞすっかり不良扱いにされてしまって、まさかそれほどでもないでしょうがね。お伝さんは幸せだわね。ええ、何ですか。もうあなた岩田先生のところへたびたび行かれるんでしょ。私もご挨拶に出よう出ようと思っていながら、いろんなお役目でせわしいもんだから上がりかねているんですよ。私一遍目にかかっただけですけど。そう、あなたいつもおきれいだわね。じゃあまたいずれ。さようなら。様、今朝ほどご注文をいただきました品は間違いなく先様へお届けいたしましてございます。あら、今朝の注文って？はあ、旦那様がいらっしゃいまして。うちの人が？で、何でしたの？フランス人形でございます。長谷山さんというお宅へお届けしてくれということでございまして。長谷山？へえ。そう、どうもご苦労さんでした。また出かけるんだけども、ちょっとご用があって帰ってきたんだ。どうだい足は？もうあんまり痛くないのよ。歩いてみましょうか。あ、おやしおやし、無理をするんじゃないよ。大丈夫なのよ。ね、うん、だけど大事にしなきゃいけないよ。ねえ信子、お父さんいよいよ戦争行くんだよ。本当？うん、今市役所へ御用で行ったら、ちょうどうちにこれを届けるところだっていうのでね、お父さん受け取ってきたんだよ。ほら、まあお父さんおめでとう。信子はおとなしく勉強して待ってなきゃいけないよ。お父さん帰ってきてね。うん、ハハハ、やっつけてくれよ。これをお嬢様にとおっしゃって、どちらかのお嬢様がお見えになりましたが。何？これも。あ、ちょっと見せてごらん。
誰から？うん、富子さんがね、昨日の俺にあげたお人形を返してほしたんだ。あら、どうして？ちょっと待ってね。どちらへ？ん？いや、あなたにちょっとお話があります。あ、ねえママ。後になさい。ママちょっとお父さんにご用があるんだから。なんだよ、大層改まった様子で。あなた、隠さずにおっしゃってください。あなたはお伝さんと陰で何か交渉があるんでしょ？お伝さんと？バカなこと言うな。よしんば、俺がどう動こうと相手がそれについてくるような人間とは違う。あの人はもう少し立派な人だ。俺だって今さらそんな卑しい真似はせん。お二人とも大変立派ですこと。じゃあ、あのフランス人形はどうしたんですか？ああ、あれは当然のお礼として富子さんにあげたのだ。お前にただ一つだけ嘘をついていた。それは昨日、信子が川で足を切った時、ちょうど富子さんも一緒にいて、早速うちに駆けつけて薬を持ってきてくれたんだが、その時お伝さんも一緒に来てくれたんだ。多分僕がいることは知らなかったんだろう。そんなわけで、その以前にも以後にも別状はないよ。なぜ私にはご近所の人だなんて嘘をついたんです？おまけに信子にも私には本当のことを言うなって言い含めたんですね。いや、本当のことを言わないことにしようと言い出したのは信子の方からなんだ。あいつはお前の気持ちをすっかり嗅ぎつけてるらしいんだ。俺は嫌な気がしたよ。子供というものは敏感なものだ。大人のつまらない感情で子供に暗い影を持たせたり、素直な気持ちを歪めたりすることは大変な罪だと思う。親として気をつけなきゃならないことじゃないかしら。お人形のことだが、さっき富子さんがこの手紙を添えて返しに来たんで、読んでもらって。子供心にお伝さんの困ってるらしい様子を察して、内緒で返しに来たんで。私も悪いことしたと思ってる。それでたくさんだ。私もこれで安心していける。あなたどうから私というものに諦めをつけて、本心は私に覗かせないようにしていらしたんです。みんなそれがいけなかった。
前がそう言うんなら、確かに俺はずっと以前からお前という人間に見切りをつけていた。今日も召集令状を握ってご奉公ができるという尊い喜びは別として、個人的な一つの喜びと一つの心配等を感じたんだが、率直に言うとお前から遠ざかれるという喜びと、俺がいなくなった後モグ君がますますお前に似た性格の女になっていくんではないかという心配だったのだ。だがそういうふうにお前が気がついてくれたんで、今度は本当に安心して行けるよ。お前が立派になるということは、信子もそれだけ立派になることだからな。あの旦那様。お、なんだ。あのお嬢様が先ほどの箱をお持ちになってどちらかお出かけになりました。お止めしたんですけれど。箱を持って、きっと富子さんのうち人形を返しに行ったんじゃないかと思うんだが。私が行ってみます。お伝さんにも謝りたいことがあります。そう、それもいいだろう。私はまだちょっと銀行に用事が残ってるから